ブルージェイズ3、2カージナルス、現地時間9月15日ロジャースセンター、セントルイスカージナルスがブルージェイズとの敵地3連戦でヒスイープ。ラーズ・ヌートバー外野手、26、は、5番、左翼手、でフル出場し、15を本塁打含む2安打を記録した。カージナルスは1点を追う7回表、先頭打者のヌートバーが2番手左腕、ヤーブローのフォーシームを弾き返して12試合ぶりの10号ソロ。 打球速度110.1マイル、約177.2キロ、打球角度20度の弾丸ライナーを右翼スタンドに叩き込み、同点に追いついた。しかし8回裏、今季ナショナルリーグトップの33ホールドを上げている3番手右腕アンドリュー・キトレッジが勝ち越し点を献上。球界表には、西一二塁と好機を作るも、あと一本が出ず惜敗。試合終了時点でナ・リーグのワイルドカード圏内まで7.5ゲーム差と、 ポストシーズン進出から大きく後退する3連敗を喫したこの試合のヌートバーは4打数2安打1本塁打1打点1三振という内容今季成績を打率点24810本塁打オプス746とし3年連続のシーズン2桁本塁打を達成した